はい、お願いします。ええ感じですね。で僕、清原さんはいつもね、モンスター道具大事にされたイメージ、モンスターあるんですけど、例えばそのバットやグローブの選び方とか、どういうところをいつも気にかけておられたとかあります？よう聞いてくれる。まあ、たまたま今日、息子のバット選びに行ってきた。まさか清原さんだけで一緒に行ったんですか、息子と。いや、違う違う、俺一人で行ってる。あ、友達と。結構、大山がですね。嬉しいな、その話聞いたら。ちょっと、もうちょっとヘッド聞いたら欲しいっていうか。うわー、やっぱ分かります。その気持ち分かります。で、清原さんは、やっぱファーストミットですか？そうだね、ファーストミット、大体、最初、2つなのかな。はいはい。年間。はい。でも、そのね、僕ら内野手って、1個あったら 4年、5年の使うんですけど、何年ぐらい？いや、そうですよ。そう。そんな、1年ごとに買えないですよ。俺、1年1個やったんで。ほんで、キャンプでね、2個もらう、来るじゃないですか。うん、で、それも使うわけですか。だから前の年のやつあるやんか、はい、それもなんか失敗したらあかん場面ではそのチームの党内連携とかそのシートロッキとか練習でですか、練習でですか、前の年使っといてはいはい、はい、で普段の時に今年使うやつをこう鳴らしていく、はい、でマシンでボール取ったりとか。いや、それね、いつも気がなく高校の時からマシンでボール取ったじゃないですか、うん、でそれでポケットをものすごい作られるじゃないですか、うん、あんまり大きないですよね。大きないね。で、あれですよ、よく小指2本入れて指出される人と、うん、普通に入れて指出される方いるじゃないですか。小指2本ですよね。俺小指2本で聞いて、僕も小指2本でした。えっ、ほんまです、ほんまです。で、こう手入れとかはどういうふうにされてます？いや、基本的に成分とかかな、これ騙されたか知らんけど、あと油入れすぎると重たなってくるよ。ああ、だからシェービングクリームがいいって言われて。ほんまですか？シュッてやって、シェービングクリームガーってやって。いや、それほんまですか？ほんまにシェービングクリームやったんですか？うん、なんか昔の方ってね、うん、結構唾を吐いてね、こうやっぱり乾くから あれはされ、あんまりされませんでした？いや、俺すいませんやった、されませんでした。俺もともと俺、グラウンドに唾とか吐いたことないから、たまに結構唾吐く選手とかおるけど、やっぱグラウンドって新鮮な場所でしょ、はいはい、緊張してたらツボも出てけへん、カラカラなってね、うん、でもシェービングクリームでまだ汚れ落としてから油ちょっと入れます？油はめったに入れへんの。でもシェービングクリームだけですか？で、あそこのあれが良かったのが、畑が、いいですね、あの固形になるでしょ、うん、あれそんな重たならへんし、はい、やっぱ液体のやつはどうしても重たなってくるから、はい、固形のやつクリームさーってやって、俺はあんまファーストって飛び込むことないから、はい、飛び込むの嫌やし。まあ、例えば雨に濡れたりしたらどうされてました？雨に濡れたら、次の遠征の移動とかも諦めましたね、はいはい、もうそのままボール入れてそのくるんで、もう乾かす、普通はいつも乾かしてました。そうそう、いや、逆にバットとかもいつも気がついて、バットをものすごい大事にされてたじゃないですか、うん、でバット選びはなんか自分でなんかこうポイントというか、やっぱり顔、バットの顔ってなんかこう見た瞬間、同じ10本着てもや、その昔はタモっていう材料が使われてて、はいはい、こういう目が入ってて、もう今はそういうメイクとか、はい、ホワイトアッシュの、ね、うん、時代ですか。だから特にタモの時はその比重が先に行ってたね、これ先っぽにあんなとか、はい、これちょっと手前に来てんなとか。いつもどういうふうな要望を出されてました？そのどういうふうにしてくれて、バランスとか。あ、とにかくその硬い気をくれと。とにかく目が詰まってるってことですか？じゃなくて、あのね、やっぱり年輪って、木の年輪って、はいはいはい、詰まってるところ、広いところある、はい、だからとにかく詰まってるところを打球部分になってるところを選んだりとか。あ、とにかくこういうのやってたよ、みんなポトですね、うん、だ今はもうメープルはその全然せんねえと思うけど、もちろん清原さん、音はカンカンっていう高い音の方がそう、ね、いいんですよね、うん、開幕とかで使うバットってどうやって決められてました？やっぱりそのバット職人もシーズンオフ行ったりするじゃん、来年使う方、はいはい、水野の工場行って、その職人が2月のキャンプインの時に2月3月に下ろすバットがいいですよと、いいのが多いですよと、うん、それなんでですか？でもバット職人がいい日が多いと、まあ、もちろんそのキャンプの時にいっぱい来ますよね、うん、それでと避けといて、はい、
その顔と目と音でよけとくわけです、何本かを。あ、これなんていうの、はい、だからその中から開幕に選ぶ、あの使う後選ばれる。うん、そうだね。やっぱりキャンプイン、はい、開幕、はい、もうその時はもう全ての道具がユニフォームから、うん、アンダーシャツからソックスから全部完璧に揃えて、はい、よし行くぞみたいな。年間どれぐらいバット使われました、何本ぐらい、結構折りました、バット。俺意外と折れへん。俺は折らないですね、うん、バットは先で折ったらあかんって言われなかったです。でもバットってこうテコの原理でやっぱこう、はい、こうね、はい、正直に加えると先っぽで打つとやっぱり折れやすいですね。根っこで折れるってよっぽど力あるでしょ。よっぽどじゃないです、折れへん。木田さんもあんまりその年間そんなボコボコボコ折れるタイプじゃなかったですか。もう折れへんから。でもオーダーするのは100本ぐらいかな。やっぱりそれぐらい、100本ぐらい、うん、10ダースはいくと思うな。それで10ダースで1ダースだいたい10本から12本でしょ。その中から1、2本でしょ。そうですよね、うん、試合用で使います、はいはい、あとあんまり打たれへん時ってこうバット変えたくなるじゃない。ありますよね。だからそういうの含めてやっぱり年間何本ぐらいは試合で使うのって。でも20本も使えへんのじゃん。使わないですね、うん、要するに入ってからよくあのバットタイプ変えられたって言いますけど、うん、引退する前に多分要するにそのタイプ A からね B、C、D、E ってみんな結構変わっていくじゃないですか。タイプ何個ぐらいタイプ変えました。いや俺最初ルーキーの時入った方と、はい、俺最後だから俺2回しか入ったの。え、2タイプしかないですない。少ないですよね。少ないですよね。だから最初わけわからんと、そういうわけわからんと、はい、グリップだけかな、はいはいはい、あの自分のこう作ったけど、はい、で工場行った時にいろんな人のバットをこう飾ったり、はいはい、それでバースのバットがあったよ、はい、でバースのバットどんなんかなと思って、はい、でバッと持ったらわこれめっちゃいいと思って、はい、この顔、はいはいはい、どっちかやったら俺詰まって凡退も多いから、はい、で職人に聞いたらこういう形のバットってどうなんですか。いや手前重心に来てるんで、だから外国人っていうのはこういうタイプだから優しい感じ、はいはいはい、うん、だからこう細くてこうシュッとしたバットっていうのは、はい、難しい。でも木田さんそういうタイプやったんですね。そうそう、細くてスッとしたバットだったんですね。それをこう変えて、はい、その代わり打球部分も太くなるし、はい、その材質はちょっと弱くなりますけど、はい、それでバースと同じ焼き入れでもらって。あの昔の方ね、焼きってよくあるじゃないですか。あれ何なんですか。あれああいうふうにやるとちょっと硬く感じる。硬く感じるだけで実は硬くなってないんですか。なってないよ。焼くっていうのはどうして焼いてるんですか。なんかこう炙るような形でちょっと焼いてる見えるんですか。なんか焦げるみたいなんでしょ、はい、最近の選手もちょっと使ってる子多いけど、ちょっとね、なんか2種類のバット出てきましたけど、うん、だから俺はそれで形変えだから。でも俺 B かな。2種類だけっていう選手も珍しいんじゃないですか。例えば、まあ、右バッピッチャー用とかと左ピッチャー用とか、うん、アンダースロー用とか、うん、なんかそういう選手もいるじゃないですか。そうなの。いや結構いますよ。すげえ。僕も左バッターの場合は左ピッチャーの時にちょっとやっぱ短いバットにすると。そう結構です。やっぱ詰まるのが嫌やから、開いたらあかんと思うじゃないですか。対左ピッチャーはそれで短く持ったらいいよ。そうやって相手に割れるじゃないですか。だから結構そういうタイプ多いです。でも僕ね、木田さん自身なんですけど、僕ら音結構バッター気にするじゃないですか、うん、けど例が言えると、例えばお前松井のバットだけは10円の金やねん、5本5円やねん。いや、平気で木田さんが言ってたんですよ。だからやっぱり音関係ないんやな。で俺はあいつのバット持ったことあるんだけど、はい、これってどこで打つんやろな。だから棒でしょ、うん、僕もやっぱり、うん、棒やっぱいい選手のバットとか持ちたいじゃないですか、うん、で全くの 棒でしょ、うん、こんなんでよ、どこに芯あんのかなってバットやったかな。いや、お前そうですね。で俺のは結構こう太くて、はい、こうなってるやつだったから、まあどこで打っても安心感があるみたいな。あとは俺のパワーでいくみたいな。でもなんか僕らの木原さんがそのなんかこうパワーで打つというよりもやっぱこうすごいしならして打つっていう風なあれがあるんですよ。もうあんまりそんな意識なかったですか。やっぱりね、30過ぎた頃にね、
体力出てガクンとくるやん、はい、でトレーニングし始めたんだけど、だからそういう感じで言えばやっぱりそのしなり、はい、要するにこういう反動、はい、でも俺はそのドアスイングになるのはすごい嫌だった、はい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 、こうしならすのとこうドアス力んだこうドアスイングになってしまう、はいはい、まあこういうのもあると思うけど、はい、こっからこう離れていくのに嫌だから、そうですね、うん、だから結構もうコンパクトに最初にトップ作ってそこからパシッって打つような、それやっぱ年々年を重ねるごとにやっぱ余分なとこ省いていこうっていうことです。まあそんな感じだったね。だからバットも短く持ったし、そうですよね、うん、だからそれはまあよく言われるのはボンズだってバット短く持ってるやろっていうことをよく言われてるじゃないですか、うんうん、だからずっとこうホームランね打たれてきた方ですが、やっぱりバット短く持ったら飛距離って落ちるもんですか？落ちひんね。落ちない、うん、ちょっとね弾道が低くなるけど、よくゴルフしてる片岡さんって分かるけどあのちょっとアイアンでも短く持ったら弾道低くなるやん。それではあんまり曲がらないじゃないですか、まあ、ビューショットが少なくなるってことですかね。それを打てても、そんなにあの例えば、まあ、150メートル飛ばすわけじゃないから100メートルぐらいやったらちゃんと当たれば全部超えていくじゃないですか。そうそう、だからやっぱりバット短く持つことによってよりそのミート率も上がるし、はい、それで自分にパワー自信があるから、それでも十分ボールが飛んでいくっていう、それでも飛距離は全然変わらなくなっちゃう、はい、まあ逆に飛距離は30過ぎた方が、トレーニングしてからの方が飛距離が上がって、練習とかっていう時も、もう振れば振るほど看板なんかバンバン当たるし、でもそれはやっぱウエイトトレーニングして、あんまりそのバットを振るということよりも基礎体力をしっかりつけた方が、そうやっぱり最後はやっぱり下半身だったのね、やっぱり走れなくなって膝を壊したりとか痛めたりして、その走れなくなった時にやっぱそのしっかりした土台がないとやっぱり強く振れないじゃん。その前捉えたボールがファールになったり、そうそうそう、なんかこう理想の打球が飛ばなくなるじゃないですか。そうそう、まあ、そのギャップを埋めるためにバット短く持ったり、いらんようなことをやっぱ省かれてたわけですね。そうそう、じゃあまあいろんなトレーニングされたり、されましたけど、あのウエイトはやっぱやってよかったということですね。もう今みんなやってるやん。いやでも当時まあそんなに先駆けだったじゃないですか。そうそう、まあ、金本さんもやられて、まあ、清さんもやられて、うん、なんかやっぱりウエイトやったら、うん、スピード落ちるとかね、あのにたらこう、うん、つけすぎたらね、これが入っていけへんとか言う人いたじゃないですか。ましてその人よりボール飛ぶ方がそんなことやらんでもええやろみたいな、うん、あやっぱりでもシーズンオフって2ヶ月しかないやんか、ほぼ、はいはい、その中で結果求められるチームの中で何かか技術ってなかなか変わらへん。そうですね、減らないですからね、極端に変えるとできへんから、はい、じゃあちょっとそのパワーアップさせて普通の3リッターのエンジンじゃなくて5リッターのエンジンしていった方が馬力が出てええんちゃうかな。じゃあ広さんがね1年目からねそうやってオフやってたら、うん、間違いなく間違いなく専門打ちましたね、ホームラン。いや打ってたな、打ってたですね。それが後悔な、後悔ですね、悔いはないけどね、後悔ですね